これはいつかの未来のある島国の話。世界は異能を宿し、高度に発達した新人類軍セプティマホルダーに支配されていた。わずかに残った異能を持たない旧人類はマイナーズと呼ばれ、人類進化推進機構スメラギによって見つかり次第殺処分される運命。だいぶ荒れ果ててるね。それでも比較的マシかな。今まで見てきた場所よりかは。スメラギが管理する都市はあんなにきらびやかなのね。ここにも生き残った人いるのかな。ねえアキラ君、敵だ。え、本当だ。セプティマの反応多数、熱源反応もあるし、スメラギの奴らかな。一般のホルダーはスメラギの管理区画から出たりはしない。こんな場所にいるのスメラギの特殊部隊ぐらいのか。どうする、アキラ君。知れたことだ。行くぞ、ロロ。オーケー、ミッション開始だね。
行くぞ、いろいろ。オーケー、アキラくん。ああ、こっちだ。すごい。決めた。決まった。最強コンビネーション。行くぞ、いろいろ。オーケー、アキラくん。ああ、こっちだ。すごいぞ。決めた。行くぞ、いろいろ。オーケー、アキラくん。ああ、こっちだ。すごいぞ。決めた。決まった。最強コンビネーション。フュージョン。その姿、お前がイクス、マイナーズどもの希望を語る我らスメラギの旧敵か。他の者が俺をどう呼んでいるかなど知らんな。それより教えてもらおうか、バタフライエフェクトの所在を。待って、アキラ君、こいつの
関係ない。相手が誰であろうと力づく。我が名はブレイド。大いなるスメラギの意志に基づき行く。行くぞ。決める。行くぞナロ。オーケーアクラ君。あっ強いぜ。決めた。甘い。その程度かいくつ。その首落とさせてもらうぞ。レッセよ。そんなカゲロウを無効化するなんて。とどめだ。あ、アキラ君。なに煙幕。今だよ。誰？いいから早く、こっち。行くぞロロ。ちょっと待ってよ。今の声、仲間が潜んでいたか。だがまだ遠くには。この気持ちの悪さはタイムリミットか。くそ。はじめまして。ここはスラム街の地下に広がる秘密基地。おお、ちなみに私は琥珀って言います。この地下に住むマイナーズたちのまとめ役。まあお姉さんって感じかな。なあなあ琥珀姉ちゃん、本当にこいつがあの白き鋼鉄の一匹。鎧はかっけえけど思ってたよりひょろっちいのな。鬼強そうなのを想像してたぜ。ほら京太、イクスさんに失礼だろ。はじめましてイクスさん、僕はジンって言います。こっちの子がマリア。マリア、外の見張りに行ってく。おいマリア、一人で行くなって。ったく、あいつはしょうがねえな。俺も行ってくるよ。イクスの兄貴、後でロロ見せてくれよな。ちょっと二人とも、はあ、すみませんイクスさん、みんな外の人に会うのは初めてなんで緊張してるのかも。二人だけじゃ不安なんで僕も見てきますね。琥珀さん、ここの案内は頼みましたよ。おいさ、任された。イクスさんだってアキラ君、なんか変な感じだね。それにしても白き鋼鉄のイクスか。あの噂ここまで広まってたんだね。うん、闇ネットの書き込みで見たことあるよ。真っ白な鋼鉄鎧をまとってイクスマークを敵に刻み込む。希望の歌姫ロロを引き連れてマイナーズたちを助け歩く。私たちの希望。それってあなたの。いや、希望の歌姫だなんて照れる。誰が吹聴しているのかは知らないが、俺はそこまで大層なものじゃない。そうかな。さっきの戦闘だってスメラギのセプティマホルダーたち相手に一歩も引かなかった。そんなこと大人にだって無理だよ。だからきっとあなたは私たちマイナーズの希望。少なくとも勝手に思われても迷惑だが、大人か。私はもっといたんだけど、みんな生き残ったのは私たちだけ。京太たちもああして明るく振る舞ってるけど、いつスメラギに殺されるか本当は不安でいっぱいなんだよ。だからそのず
かもしれないけど、できれば私たちと一緒に行って。そうか、この場所は連中にも見つかっていないんだな。うん、今のところ活動拠点を活動拠点を提供してくれるなら、その間はお前たちを助ける。本当に？ありがとう。いいよ、ここでよかったらじゃんじゃん使って。イエイ、交渉成立だね。何かしてほしいことがあったら言え。できる限りのことなら聞いてやる。うん、ありがとう、アキラ。いやいや、どういたしましてだよ。これからよろしくね。自分の家だと思ってくつろいでいいから。ちょっと待って。
行くぞ、ルロ。オーケー、アクラ君。はっ、おりゃー、強い。決めた、決まった、最強コンビネーション。強い、決めた。